はい、はい、動いてるかなはい動いてるはいどうもこんにちは始まりました <laughs> あどうぞ師匠どうぞこちらお座りくださいこのこよろしくお願いしますはいじゃあ、はい、またこういうスタイルであんまりこうやるとねあの、はい、感染になりますので老、えー、曲は蘇るというこう本があるんですけども、はい、これ杉江松子先生ということが書いてこれはですね 高男子絶滅危惧品種よみがえるという <laughs>、えー、松之丞さんのやつを書いてそれもすごいいい本なんですけども、はい、これも、えー、すごいいい本で、えー、とああのプラネットの,、はい、あのやつをラジコで聞きましたああ<ー><で>ありがとうございますあれは短いに買ったのですごいあのもっと聞きたいなと思って思い今日は質問させていただこうと思って、えー、杉江さんが出られた私はその生放送の番組のやつを聞いてくださったラジコで聞きましたあ,ありがとうございます、はい、でもっとと聞きたいなと思いな思、えー ええー、十分、十五分でございますけれども、お時間頂戴してもよろしいございましょうか。はい、はい、ありがとうございますあ。お客様もよろしいございましょうか。ありがとうございます。えー、これは素晴らしい本でございましてね。まず、あの、二千七年に、入門されたんですけれども。それで、まあ、二か月、入って二ヶ月経ってですね。ええー、福太郎首相がですね、全国の F. M. 番組で新しく電子が取ったというふうにありますけれども。えーはい、え、ええ、福太郎首相は F. M. で全国放送をやられてたんですか。あ。いや。 あんんまり読んでないですかいやいや,いや全国放送の番組みたいな <laughs> あ,あのですね <laughs> NHK NH の、えー、その時 <laughs> ちょっともうちょっと書いてあると思うんですけど、はいはい、NHK でその頃やってくれた一日で8時間ぐらいぶっ通しで浪曲のお番組をやるという今日は一日たっぷり「なんとか三昧」っていうシリーズがちょっとあったんですよ。 その一個で浪曲をやってくれてで基本的には音源を流してばっかりなんですけどその中で一応に、えー、との当時のイーのホールを使って浪曲、えー、の公演が三席ぐらいありましてで大阪の方から誰誰が来る東京から誰が来るって中でえー、私の師匠の福太郎が出まして一応東京代表で、はいはい、でそこであの大阪の方の浪曲評論家の芦川淳平という先生が司会だったんですけどはい、はい、その一席うなったあと、はい、えー、福太郎さんといえばもういい声でねちょっともが,みが 船歌も聴きたいなとか言ってちょっと一節歌らせたりして。で つまりちょっっとしたたークコーコナーがあったんですよそこで、えー、福太郎さんといえば奥さんが三味線駅でさらにお弟子さんもねいっぱい、えー、育ててるのが何といっても福太郎一番すごいですねなんて言ったらうちの師匠が、えーそうなんです「この間ね、えー、弟子になりたい」って言って27歳の男が来ましてね大学なんか出て浪曲師になることないんですよなんてって、うん、で名前をあの本名が太師っていうんですけどそれでまあ服つけて、えー、大服太いに服で大福ってしようかと思ってるんですよって言ったのが。 あの名前がまあほぼ決まった瞬間というかそれまではだから名前どうしようかってすごいあった名前すっと決まりました自分で考えましたあのししまょうなんでは師匠の話を伺って<あ>深掘りがまだまだちょっと時間があんまりないんでうちは福助お福幸福七福文福と来てで毎回避けてきた名前がおた福と大福だったんです全員が。でもショーは 「大きい服こんないい名前ないだろ」っつってまあ 大福まあひらがなの「大」なのか「大きい」なのかだったんですけど私はなんか自分が太していう名前でさらに「福太郎」にも太いという字が入ってるんでみんな1字だけもらってますけど私は2字いただくような形にして、えー、それで「大福と」とまあ、ちょっと読ませていただいたらどうでしょうっていうのを、まあ、自分の方からショーの案とかミックス案で生が決まった感じですねあの NHKFM の浪曲祭りみたいなのは年に1回、今でも開催されてる、はい、いやもうあれ以来ないですね。あら<お>もったいないな <laughs> <laughs> そ,れそれ単発だったんですかそうなんですよやっぱ八時間もやっちゃダメですよ ああ <laughs> でもあの NHK であの高断末にみたいなのあの地上波のテレビでやってるじゃないですかあは<え>あのテレビは年に2回今やってまして 2>, 2回やってるそうなんですよあ,<ー>あの老局特選とか老局大会なんていうのでえっ、ー、と東京の NHK が撮ったのが1回夏に大体やって、うん、テレビはあるんですかそうなんですでもう1回は大阪の NHK がやるっていうのが年にだから2回老局が地上波のあの NHK でイー、e、テレかな で、出てます。で、じゃあ毎年、東京は、えー、市長出られるの、何月頃なんですか?<や>。え私はね、あんまり出ないんですよ。あら。あの、スケジュールがもう埋まってて。ああ、売れっ子だから、はい、はい。<ー>で、ここで、西新井に結構。ええ、ちょっと、ええ、自分も。<laughs> 今ちょっと面白いこと言ったんですけど、もうい,はい、はい、で、寄席、はい、で,で稽古をされてるということなんですけども、はいはい、こうやって入門されて、えー、って西新井ね、えー、とこう週1ぐらいに行かれてて、はい、でシダックスで、靖国通りで、シダックスで日中はこもって自主練習させれてたということです、はいはい、はそれはどのようなことをされてたんでしょうかえと当時、まああの、落語家さんの世界は入った瞬間、多分アルバイト NG だと思うんですけど、浪曲はまあ寄席で毎日まあ働いて、まあ、落語家さんも大変だと思うんですけど、でも、給金もらえるじゃないですか。そういった制度 がなかったんで、まあ一応アルバイトしょうがねえって状態だったんですで、私はえっと歌舞伎町のえカプセルイン新宿というカプセルホテルのフロント業務でまあバイトしてまして、なのであの歌舞伎町にほとんど住んでるような感じだったんですね。それであのー、えちょっと結構やばい地域じゃないですか。 いやまあそうですやばい地域なんですけどあのドン・キホーテの真裏ぐらいなんでまだまだかたあの人が多いゾーンなので大丈夫なんですけどそれであのバイト終えた後すぐ近くもうカラオケボックス山ほどあるじゃないですかその中でシダックスね今どんどん閉店しちゃってるけどシダックスがフリータイムというので円ででね時間入れたんすよだからそこにこもって大きな声で「何が何して何とやら」っていうのをテープとかで音を聞きながら師匠のものまねで 一生懸命やってたってじゃあ中学生とかはこれカラオケ行こうかなと思ったら何が何とかって言れてそ,うでそれでもう中覗いて気持ち悪いって言われて,て<笑><笑>はいはい、うん、でいは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 い、うんえー、はい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 は田はい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  そうなんですか。同郷なんですか。そうなんですね。えっと、あの表現を借りると、山一つ越えた向こう側が、うん、あの福太郎の生まれで。そのうん、まあ、こっち側がどっちかが、まあ、あの女将さんの方だったっていう。 で坂田といえば「ですねあの最上川花歌をあの<ー>え師匠がですね私と少々兄さんと小少兄さんと右近さんのやつでやってもらったときにそうで山形であの朝倉さ芽ちゃんというのが趣がある方で僕は感動しましたでしかも心を込めて歌いますって本当に心を込めて歌ったと、うん、私もう涙出たけどこうやって歌ってのすっでそれは師匠も山形で、はい、えっとねっ 亡くなった師匠ですね。亡くなった師匠山形で、それでこのお手伝いに行った時に、最上みがま船歌を師匠が歌った。いやそれぜひ聞いてみたい。魂がこもってるから聞いてみないと思うんですけど、それは聞かれた時はどういう印象を持たれました。いやなんか同じで、あの震えましたね。うわーこんながあって、まあだからそのちょっと山形南まりのな言葉なんですよ。そのマカジョ酒さ、行、えー、く酒、えー、な,なんちゃらみたいなやつなんですよ。うんうん、でそれをまああの本当だ だから浪曲師、えー、玉川福太郎というよりもその山形生まれの、えー、一人の佐藤正という男が、うん、なんかこう歌いきってるみたいな雰囲気があって、うん、何に武節になってる時とはまた違う、うん、なんか魅力がねまあ、清涼とかまあ個室とかも素晴らしいんですけどとにかく隣の姉弟子とも顔合わせて。うん これは大変なもの聞いたなみたいな顔してもう言葉なかったっていうのがありますねあしかもそれ演跡みたいなところでこうふわってそうですもう酒飲んでみんなでこうやって車だになっておばちゃんとかも好きな人でこう歌うっていうなんかそういうえなんか今日強度のなんていうの宴会があったんですねその形でみんな飲んでる中でもう終盤でよいよじゃあみたいな時にじゃあ俺も歌うかみたいのでえもうその18番の うんえー、最上川船歌歌ってまあねしびれましたねいやあ聴きたかったなで、うん、その宴席、まあ、お手伝いに行って宴席があって、うん、そこでまだあの入りたての時で,後であのでよう働いてくれたなって言われたんですよね、うん、あそうです、ね、一応一生懸命できないながらもだからその宴会でのなんか立ち居振る舞いとかまだ分かんないわけだよ分か全然分かんないけどあ、うん、まあおばちゃんたちだったらなんか親しみやすかったんですかね、まあ、なんか気使って一生懸命働いてたら、まあ、うちの師匠もね修行してるからそういうの見てて。 でよくやってくれたなみたいなことを言われてだから翌日私、私あの田植えの手伝いという名目で言ってるにもかかわらず寝坊したんですよ。あらだからみんなが田植えで働いてる間にこうやって私は寝てたんですけどえそれって空気読めないい若若者じゃない <laughs> <laughs> 近頃の若いもはただそれをあいや起こさなきゃ起こさなきゃってね<え>なるんですけど<え>うちの師匠が<え>い,やいいから寝せとけっ,って言ってくれたんですよ。うんうん だから寝寝てたたんです,ですか <laughs> キャラになないいんんですけどいや,いやだからなんからあのー、1回働いてでみんなでちょっと昼寝したのかなああそうなんですよ、はい、飯食ってまた昼寝かなんかしてじゃあ働くぞっていう時にああまああの日頃深夜<あ>バイトもしてたしああっていうのでなんか寝ちゃったんですよねちょっと気が抜けてね、うんうん、いやいや、うん、もう末にはですねこれはもう2年がかりのロングウェイでこうやって、まあ、最後にはもう今ももうこれは すごいビッグですけどもこれは横綱になるというこれは清水の次郎長やっているわけですけれども、はい、そういうので私は真剣に聞きたで、はいで安田武弘さんいうのは東大地検の、はいえー、方なんですよでそれでこう長辞をこう読まれたといって、はい、23歳の峰、えー、子さんに奥さんに奈良へと言われたという奈良へと言ったっていう、はい、それはれ初めとはご存知ですか なれ初めは、えーまあ、ざっくり言うとうちの人がまが浪曲師になりましたと、うん、で年で8つ離れてるんですよ。若い はい、あの,美音子の方が8つ若いんです福太郎は浪曲師になった後とで、えー、まあ峰子の方がですね高校卒業して、うん、で仕事でなんて言うんだろうなこう農閑期というかあの、はい、山形で農業しててもまあ,あの冬の間仕事がね農業なくなった時にまあ出稼ぎじゃないですけど東京の方にまあなんかこう事務的な仕事をしにこう来てたらしいんです。でそれもなんか親戚自体ののの縁で,で、まあ、狭い地域だからうちの師匠の、えー、親父さんがやっ 会社関係だったのかななんか知り合いのところで「でうちのせがれか、えー、あそこのところの佐藤ってのが何やぶしになってるから行くかと」とこう言われてでおかみさんもなんかその興味があったから木場手に聞きに来たと。で木場手ってところはもうほんと平均年齢780代の客席なんですよ。ああそのの中で23歳の別 がもう真ん前でくらいつくように聞いてたんですっ、ね、て。はいはい、それでだからうなりながらもう惚れちゃって、社長、はい、が。はいはい、であのうちにおいでよっつって。はいはい じゃあ行くわっつってじゃあそのあのプロポーズの言葉が三味線引いてくれみたいなことあ違います違いますよ違うんですはいあのどうだったんですかそれは普通に先結婚した後であのやっぱ局曲というのがですねあのずっと少ないです老曲子が10人いるとしたら老曲子が七で曲子が三もしくは八人ぐらいで局子って人数少ないんですよでその中でどう確保するかって言ったらもう自分の奥さんにするとかそういうケースが多いんですね であのー、うちの師匠も、まあ、どんどんおしゃ三味んの師匠が高齢だったりとか捕まえにくくなる中で、えー、誰かが「峰ちゃん 線覚えさせたらどうだって言われてで、うちの師匠もそれを受けてでもそれ言ってくれてよかったですねだから師匠も今こう芸を受け継いであそうなんですそうなんですだからうちの師匠がそう言って「お前弾いてくれよ」っつってうちのおかみさんもかなりまあ楽器とかやってた口じゃないんで相当苦労したらしいんですよあららららそれこそ進めてきた人がある程度立った時にああ福ちゃんとこのおかみさんはダメだなみたいなこと言ったらしいんですけどでも30人ぐらいで始めた中で 現役で実際今一人だけ残っているのがおかみさんなんですあら、えー、そうなんです その一番見込みがもしかしたらないと言われたおかみさんが地道に頑張って毎日5分でもいいから10分でもいいからもうとにかく触れとじゃあコツコツ型でとにかくもう一日毎日5分3分でもいいからとにかく触れっていう方針でなんかそれもなんか老虚になりそうな話ですね、うん、いやこれはもう落語にしましょう <laughs> <laughs> えそれで,ですねあれだなんでまたされたすぐこっち見ちゃうんだからもう。 つな、はいえー、がりがあってそれが面白くなったと、はいはい、いうことを学んだと。清流、うん、と権次っていうのは、はいあのー、大師匠の面白い好きな落語ネタキング2ぐらいで入ってて、そ<う>はい、どうぞ。 えっと港屋顆竜丸というですねなんか名前を挙げてもちょっとピンとこないようないわゆる寄せ読みというですね例えばだからこんぐらいのキャッパでやったら一番お客様が喜ぶような大劇場でわーって声節を聴かせる芸えー例えばだから東屋浦太郎広沢虎らとかそういうまあ超メジャーな人ではないんですけどその知る人ぞ知るあの本当に和芸のうまいその代わり声節ってちょっとね持って生まれたものがあるんでそこはちょっとかなわないんだけどとにかく和芸芸としては抜群という人たちが。 寄せ読みの名人で老曲師がたくさんいる中で男子師匠そういう寄せ読みの老曲師が好きだったんですよそうなんですその中の一人が港屋狩生丸というそれこそ声が良くないんですけどカリュマルさんっていうのは公団師ですか公爵です公爵師公爵師公爵師ああいやい曲、老めんなさい、ごめんなさい老曲なんですよでその狩生丸師匠がやってた音源をもとにうちの師匠がああじゃあこれやってみようかなっていうはぁはぁはぁじゃあ男師匠のやつとは全然別くて別ですねであの なのでえっと聞き比べると今、まあ神田がやってる、はいる、まあ、もともと公爵の方の清流とゴンジと港や狩竜丸から来ているで今、私もまあ一応全部やるんですけど、はい、6席ぐらいあって、はい、それは結構途中からがらりと物語が変わる入り口は割と似てるんですけど1話、2話まで一緒でその後は浪曲は浪曲独特のなんかこう物語が進んでって、はい、最後、浪曲らしく終わるんですけど大、はい、の方は公爵の方 だと思いますでも、男子賞も全部は多分公爵やってないと思うんですよね、はい、だから今、白山さんなんかもやるあたりまでのところじゃないかなと思うんだけどやってます、やってます、三席ぐらいかな、やってると思いますその浪曲のやつとこっちの神田のやつと聞き比べたら面白いですね。はい、面白いと思います、やっぱ浪曲、ああ、浪曲なんだなって感じになりますし講釈の方はね、なんか全然今、あの亡くなられた幼児先生が全部持ってらしたらしいんですけどだから今、講釈の方は全部やる人はいないらしいですね。おうおうおう

<laughs> <laughs> それはどうですか。あの店舗水こせは。どうですかって。それは残念ですよ。聞いてないの。<laughs> あ、そうじゃなくて。あ,てあもちろんもちろん。あのえっと店舗水こなんかね、まあ老曲にちょっとだけ話しますけど、老曲って落語と違ってなんかこうネタをやったら、だからあのそれをもうその人にあげるって自分がやらなくなるみたいな。 そ,ね、そういういニュアンスが、ね、ちょっとあるんですよ<ー>だから気軽にあれもやりたいこれもやりたいこれも教えてくださいって、うん、なかなかねいけないところがあってあでそれでいうと天保水湖伝というのはうちのお家芸で、うん、うちの師匠が、まあ、やってる時はずっと3代目の自分にとっての師匠の勝太郎という先生が、うん、ずっとやっぱり天保水伝を、ね、得意ででやってるわけですよ、はいまあ、天保水湖伝も56席あるんですけど、うん、でその中で、まあ、うちの師匠がやってたのは1席か2席しかなかったんだけど、はい、その勝太郎先生がもう亡くなられたから。 今それを全部やっても誰も文句言わなかったんだけどやっぱ自分の師匠に対する遠慮からかなかなか取り組まなかったらしいんですね。でそれを見た七福という姉弟子がなんか酒の席で師匠天望する家やってくださいってここ言ったらしくてそれであるうちの師匠は弟子が俺に喧嘩売ってきやがったなっつってじゃあ引き受けてやるからお前会を全部プロデュースしろっつって。 そそれででうなんす七福って姉さんはもともと筑波処分でもでバリバリ働いて人脈も幅広いんですでだからあの例えば小沢翔一先生をゲスト呼んだりとかで集客力もあったからプロデュースして年5回で徹底天保水湖殿みたいな各月3か月に1回のやつをやったらまあ木馬亭の130席のキャパに対して毎回お客さんが250人ぐらい入ってだからもう大変な消防法違反でした。 そうなんです、そうなんですだからあの七福姉さんはそんな私は喧嘩売ってないんだけどちょっとお酒の席で言っちゃったんだってなんですけどうちの紹介したらいや七福弟子からそんなことやったらね俺だってもうその売られた喧嘩買いますよみたいななんか感じでもそれが結果的にはよくてそのために新たにだから手つけてなかった店舗成功でもしっかり覚えてでそれがキングレコードから CD 化もされたんでで私もだから音源として聴くことができてるんですよ。 師匠あのもう時間きたんで、はい、最後あの視聴者からはがきが来てる <laughs> 視聴者ってこん中でしょだっと手を挙げてもらえばいいじゃないですかいるんだからえー、っとよろしいですかはいえっと東京都渋谷区の国枝さんからのお話ではあ結構はっきり明かされ,明かされるんですね <laughs> えっとこの間落語界の後、エゴサーチをしたら「嫌いな落語家ランキング」というのがあってはい、あ 2>, 2位になっていましたあとどうすればいいでしょう誰が2位になったんですか僕がでじゃ <laughs> <laughs>

僕、そんなに有名じゃないのに白ら師匠に嫌われてるって,書いてランキングになってたんでそれはどうすればいいでしょうかいやでもあの結局白山さんもそうだったと思うんですけどやっぱり売れていく人って最初、嫌われるんですよね。 いきなりいや,やっぱり毒舌とかでまあアンチも多い人だったと思いますよ絶対そうですもちろんあの大好きだって芸が最高だっていう人もいればちょっとあの毒舌とかがちょっとっていう人もいたでしょうしだからそのやっぱり今日もちょうどあの午前中ヨネス決勝の YouTube の撮影があったんですけどやっぱ跳ねるためにはアンチを作るのが大事だっていう。 あ市長がおっっしゃったえそ,それと、あとそれを撮影している YouTube のい you ろ色々なこう分析をしているサポートチームの人がとにかく今、あのー、このチャンネルに対してもいいことしかみんな言わなくなってきているからもっとコメント欄が荒れるようなアンチをどうやって作ればいいかもうそれで必死なところにもうアンチをいっぱい持ってるんですよ、もう<の>最,高最高です。で あのヨネスケチャンネルの視聴率の一位は、はい、なんかあのラクオの派閥っていう、はい、15 <laughs> 僕が2位なんですよ15万再生おすごいそうなんであのコメントアンチのやつがいっぱい書かれてるんですけど、うん、視聴者数は僕2位なんですよすごいであのねあのあれとかねあの商店宮地さん決まりましたとか松野城登場あれよりも上なんですね翔太登場よりもすごい。 だからそれを支えてるのはアンチなんですよだからもっと嫌われて1位になるべきですよ本当にああ勇気が出ましたあ,ま <laughs> <laughs> あなたの投稿じゃないですかまた国枝さんから国枝さんそれも楽屋で話そうよもう私は「ちょっとトキメグツナイト」とか「ハイスクール鬼面組」のアニメのエンディングの曲が好きなんです大福はい アアニニソソンンはどんなアニソンが <laughs> <laughs> いや私はねアニソン全然守備範囲になくてだからアニメなんとなく見てましたけどその好きだったなっていうのはねなんかパッと来ないですねまあだからまあ「ドラゴンボール」ぐらいじゃないですか「うん、チゃらへっちゃら」エンディングだったかな、うん、国枝さんすいません本当に <laughs> <laughs> で、えー、と私は夜中に一人で酒を飲みながら大福、はい、を作ることが趣味なんですが、うん、大工師匠の一、えー、人でやる趣味は何でしょう一、はいえー、人で、まあ、空間的には最終的に一人じゃなくなるんですけど一、えー、人で、えー、素敵なサウナに通うことです。はあ はい。はちょっとサウナの魅力ちょっとだけ喋って終わりましょう。はい。サウナの魅力は、ね、えっと、ね、芸人のね世界まあ老朽も落語も十人トイレだと思うんですけどサウナも十施設十トイレなんです。十っていうか十施設トイレなんです。 もう一個一個全部に2つと同じサウナがないんですねだからあちょっとお仕事で、えー、大阪行ったら大阪の中のそのいろんなサウナに行ってみたいとなりますしだからその中でも当たり外れもちろんあるんですけどやっぱサウナと一言に言ってもこんなに差があるか世の中には水の温度が3度の水風呂があるのかとか130度のサウナ室があるのかとか。 なんかそういうことを、なんかこうなんて肌で、それこそ文字通り肌で感じているのが楽しいですね。あの新幹線のところの、ね、あのウェッジと。あ,<っ>あの、あれに乗ってましたよ。そうです。ひとときと、あ、じゃグリ、グリーン車乗ってますね。何急に。<laughs> 急に何よ <laughs> あのグリーンャゃんとこ置いたら「ひととき」というです、ね、月刊誌旅の雑誌にえ今東京の銭湯とえ商店街の特集がありましてそこにあの落語の大好き女優でおなじみの南沢なおさんと私の2人で、えー、この谷中を歩いたりして、えー、その商店街のロケとプラスお風呂もちろん裸で婚欲でね <laughs> だったらよかったんですけどあのねちょっと南沢さんが NG だったんで私の、えー、中途半端な裸だけが載ってます。<laughs> はい、いや、今日はね、あの前半は、あの、はい、すごい面白かったんですけど、僕のハガキのコーナはあんまりちょっと。っごめんなさい、<月>アニソン、ごめんなさい。いアニソン勉強していきます。ありがとうございました。